名古屋高速6号清洲線。名古屋高速6号清洲線。名古屋高速6号清洲線は、愛知県名古屋市西区の明道町 JCT から、道県清洲市の清洲 JCT へ至る名古屋、高速道路の路線である。道路法上は、愛知県道455号高速名古屋朝日線で、名古屋市域外を通過するため、愛知県道とされている。また、校舎景観では、 キヨス JCT から東海ジャンクションに至る路線を高速3号と命名している。そこで本校では6号キヨス線、都心環状線の明道町 JCT3 のジャンクション間及び4号東海線をまとめて解説する場合、便宜的に高速3号と表記する。6放射道路からなる名古屋高速道路のうち国道22号岐阜。 一宮方面と名古屋都心を連絡する南北方向の路線が6号清洲線である。国道247号西下産業道路と国道22号名記バイパスを南北直結する高速3号の北方部分である。路線は都心環状線の北西に位置する明道町 JCT を起点として省内通出入口までは 名古屋市道江川線と愛知県道63号、名古屋港南線に沿って北上する。省内通出入口で新道西に変えて、直ちに国道22号に合流。そのまま、省内側を溶かして北西に向かって進み、終点の清ス JGT に連結する。道路構造は、高架一層で、途中省内側をまたぐ、赤トンボ橋がある。 終点の清洲 JCT では16号一の宮線と連結する。これによって、岐阜一の宮、名神高速方面から名古屋市内及び中部国際空港までの自動車専用道路によるアクセスが可能となっている。ただし、16号一の宮線と6号清洲線は同じ名古屋高速路線でありながら料金体系が相違することで、 両線をまたがる場合は普通車で千百三十円、七百七十円と三百六十円の合算を要する。六号清津線は四号東海線同様、当初は千九百七十九年度までに供用される計画であった。しかし千九百七十五年頃の本山姿勢のもと、環境対策を反映するための道路構造の変更によって、多額の建設費と工期を要するために、 高速3号の計画を一時棚上げすることが決定され、その後の状況変化によって、高速3号の計画が再び動き出すまでの経緯については、名古屋高速4号東海線歴史を照らし、1992年6月における高速3号凍結が解除に向けて動き出した背景には、1号楠木線と都心環状線及び2号東山線の 前線開業の目途がついたことから、通行量が増えると予想され、新たな道路ネットワークを構築する必要に迫られたことによる。ただし、高速3号の南北を比較した場合、北部は接続する高速道路ネットワーク、キヨス JCT における東名阪自動車道、現名2貫接続を指すが、すでに構築されていたことから、まずは北部を優先着工することになり、 1994年12月の復活接種で事業費5億5000万円が認められた。これに先立って名古屋市は1993年6月に西区新道2丁目に明道町出入り口を追加設置することを公表した。これは1994年9月の年計画変更をもって反映され、1996年1月に建設大臣の許可を受けたことで、 1977年の整備計画除外以来、19年ぶりに再度、組み入れられた。高速3号北部以下、6号清洲線と呼称するの計画と、並行して、清洲 JCT で連結する明記道路、16号、一宮線の事業着手が1995年に発表され、計画では両路線とも同時期の開通とされた。 しかし6号清洲線の用地買収の遅れから2路線同時供用は諦めて16号一宮線を先行開業させることとして2005年2月に供用された。なお、普通は郊外路線よりも都心部に近い路線を優先的に供用させるが開通順序が逆になった背景には 名神高速道路一宮インターチェンジと接続するネットワークの早期実現を求める地元財界の強い要望がされたことによる6号清潔線が強要されたのは2007年12月で16号一宮線から遅れること2年10ヶ月であったなお路線名称及び区間における地名には当初清潔の漢字を用いたが建設途中の2005年7月に西 シーナ島町と清須町、新川町が合併して、清須市が発足し、これに伴って2006年に整備計画を変更、路線名称を6号清須線として、終点位置も清須市朝日とした。また、6号清須線、現、6号清須線の故障は、都心環状線全線開通と同時に4号、東海線と並んで制された、路線名である。24時間交通量、 大道路交通センサス。6号機ス線と並行する一般道路のうち、浅間町交差点から秩父通交差点間は片側に、車線、道路幅30メートルであることから、他の区間よりも道路幅員が狭い。このため、高架道路の路面高さを通常14メートルのところを18メートルまで引き上げ、橋脚から梁をなくした。 強し結構造を採用の上圧迫感の低減に努めた。また、民有地との利確を確保するために、道路幅を通常よりも1メートル狭くしている。なお、幸福院道路の国道22号との平行区間についても一部で豪結構造を採用しているが、こちらは地質上、液状化の恐れがあることから耐震性を考慮しての採用である。また、橋脚は、 コスト縮減の糸からコンクリートと鋼で一体となる構造である。また、道路中央にコンクリート橋脚を建てることから、幅が限られる中で強度を落とさない工夫として、鉄筋に新素材を使用した。6号清洲線の建設以前から国道22号、古城交差点付近の沿線住民は、自動車騒音に悩んでいたことで、国道事務所によって車音兵器が設置された。 その後付けの形で6号機四線が建設される際に、高架裏面に騒音が反響して車音壁の高架現象が懸念されたことで、その対策として省内側から、名鉄犬山線交差部にかけての高架裏面、国道22号側垂れ下げ式吸音板を設置した。また、名鉄線から古城交差点にかけては、高架裏面の前面に吸音板を設置している。 6号清津線の途中、鍵型に曲がるところが、省内通カーブ区間で、省内通三丁目交差点の傍らに位置する。他の名古屋高速路線が概ね直線上であるのに、対し、6号清津線だけが際立って曲がって、見えるのこの区間のためである。当該区間は既存の十字路を大きくはみ出して、カーブを切ることから、用地買収の必要が生じ、これと合わせて、 既存の道路拡幅も含めて検討する中で、付近住民から手術の要望が出された。特に堀り越しランプ、現、鳥見町で入り口の設置による交差点廃止及び学童が交通事故に巻き込まれる危険性を懸念し、ランプ中止を求めて1万人分の署名を集めるまでに抗議の声は大きくなった。話し合いの結果、ランプは設置する代わりに次の条件を取り入れることになった。 1. 1オンランプをかさ上げして、その下に横断通路を設ける。2. オフランプに高速道路出口専用信号機を設置の上横断歩道を設ける。また、当該区域の高速道路に2メートルの車音壁気を設けて、高層住宅への騒音に配慮する旨も取り入れられた。6号清潔線における河川の横断は、庄内側と新川である。これまでの名古屋高速の橋梁は、 桁橋が採用され、庄内側に限ってみても、1号楠スノ線の新川中橋や5号、マンバ線のマンバ大橋も同様の構造である。しかし、名古屋高速にとって大規模河川にかける大橋としては6号清洲線の庄内側が最後であること、及び庄内側は名古屋市と清洲市の市境にあることから、名古屋の北方側の表玄関にふさわしい。 シンボリックな橋を構築することになった。しかし、シャバリ橋では、工費が高くなるため、それより、経済的な構造としてエクストラドーズド橋を採用した。その構造は、プレストレストコンクリート構材を使用し、道路福井中央の首塔から伸びる車ケーブルで、橋桁を支える一面吊り方式である。計画当初は二面吊り方式で構想され、後に、 橋梁の専門家をフランスより招聘して、指示を仰いだ結果、一面釣り方式を強く推奨したことから、現状の方式に落ち着いた。この橋には、ケーブルカラーが赤であることや、トンボが羽を休めた形に見えることから、赤トンボ橋の名が付けられている。なお、赤トンボ橋は、町内側の下流側に偏って構築され、並行する国道22号新明材橋が、 直進する構造である。6号機四線は、庄内側の両岸で、国道22号の中央に分合流する。新川は、元は、河川内に橋脚を設置する計画であったが、2000年の東海豪雨によって堤防が決壊したことで、河川内の設置を取りやめ、景観を長めに取った上で両岸に橋脚を設置する、現状の構造に改まられた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。